はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、列車戦隊特急ジャー合体発射砲連結バズーカです。はい、これは特急ジャーの第1話から使用されている5人の合体武器ですね。しかも今回はこの1箱に5種類の武器が入ってます。さらに特急列車はエナジー列車が付属しています。裏側はこんな感じ。列車だけじゃなくって武器も連結合体するんですね。では早速レビューしていきます。はい、中身はこのようになってます。特急1号のレールスラッシャー、特急2号のホームトリガー、特急3号の信号ハンマー、特急4号のトンネルアックス、特急5号の鉄橋クロウ、それとエナジー列車ですね。では5人の武器から見ていきましょう。まずは特急2号のホームトリガー。全体的にはこんな感じ。ギミックはトリガーアクションですね。ただ音は鳴りませんので、ガシッと持ってビームが出るイマジネーションができますね。デザインも結構ちゃんとしてます。次は特急3号の信号ハンマー。これはさすがにかなり小さいですね。全体的にはこんな感じ。遊び方としては、イマジネーションを高めて、これは大きい、これは大きい、信号ハンマーしかないですね。そして特急4号のトンネルアックス。これもさすがに取っ手の部分は短いんですけど、デザイン自体はかなり再現度が高いですね。ただ表面はいいんですけど、裏を向けると肉抜きになっちゃいますね。最後は特急5号の鉄橋クロウ。これはもうほぼテレビ通りのデザインですね。全体的に見ても塗装がしっかりしてますし、刃先部分も柔らかいですね。しかも割とガシッと持てます。そして特急1号のレールスラッシャー。これは一番再現度が高くって、長さも結構あります。ちゃんとグリップ部分からレールの形になってますし、刃の部分もデザインされてますね。赤いところは車輪になってます。裏側はこんな感じ。そしてこれも刃の部分は柔らかくなってますね。では音声遊びをします。まずは電源オン。トリガーはここですね。残撃音は2種類で、5回トリガーを引くと違う音声が鳴ります。連続で押すとこんな感じ。そしてエナジー列車。全体的にはこうなってます。真ん中がクリアパーツになってて、中が稲妻っぽくなってますね。サイズは少し小さいんですけど、メタリック塗装はかなり綺麗です。連結パーツもついてますから、いつも通りいろんな列車と連結遊びができます。ではいよいよ5人の武器を合体させて連結バズーカにしていきましょう。まずはホームトリガーのこのジョイントに鉄橋クロウのジョイントをはめます。さらに上側にジョイントがありますので、ここに信号ハンマーをはめます。トンネルアックスは裏返してパーツを畳んでジョイントにはめます。そうするとトンネルになりますね。そしてレールスラッシャーには列車をはめるパーツが付いてますので、ここにエナジー列車をセットします。これで合体準備は OK です。ではホームトリガーにセットして、最後はトンネルアックスをはめれば、完成、合体発射砲連結バズーカです。はい、合体しましたね。さすがに5人の武器が1つになるとかなり大きいです。でもそれぞれに色があるので、割とカラフルですね。そしてちゃんと信号があって、ホームと鉄橋があって、列車からのトンネルですね。これは見た目のデザインがかなりコミカルですね。この状態でもそんなに重くないので、全然片手で持てます。では必殺攻撃をしましょう。今レールスラッシャーの電源は切ってあるんですけど、電源が入っていると合体した瞬間に必殺攻撃が始まります。まずは電源オンにして、このボタンを押してレールスラッシャーを外します。そしてもう一度はめると必殺攻撃が始まります。待機音が鳴ったらトリガーを引いてエナジー列車を発射させます。いきます。はい、発射しましたね。合体した瞬間に待機音が鳴って、トリガーを押すと列車がバンときますね。もう一回行きましょうか。ちなみに、列車を元の位置に戻すと、待機音が始まります。では違う角度から。さらにトンネルを開けた状態にすると、列車はこうなってます。こんな感じですね。音量も大きめで、いつも通りの電車サウンドがかなり派手ですね。さらにこの状態でトリガーを引くと、車力音が鳴ります。音声は1種類ですね。さらにセットする列車はエナジー以外にも、例えばスコープ列車をはめてセットすれば問題なく音声が流れます。さらに言えば列車がはまってなくてもいけますね。ちなみに恐竜ジャーの合体武器のケントロスパイカーと比べるとこんな感じです。長さはそんなに変わらないですね。ただケントロスパイカーはめちゃくちゃ重いですね。そう思うと今回の連結バズーカはかなり軽量化されましたね。では連結バズーカから5人の武器に戻します。まずはトンネルアックスのこのロックを押しながら引きます。そうすると外れますね。展開すれば元に戻ります。信号ハンマーも外して、ホームトリガーはこのボタンを押しながらレールスラッシャーを引きます。さらに鉄橋クローブを引っ張って分離。エナジー列車を戻して手前に引っ張ります。はい、これで5人の武器に戻りました。各パーツががっちりはまりますので、合体も合体解除もすごく簡単です。はい、ということで、合体発射法、連結バズーカを紹介しました。合体武器は分割販売も多いんですけど、今回はこの1個で5人分の武器がついてくるのはかなりお買い得ですね。ただ、合体前の状態はレールスラッシャーしか音が鳴りませんので、他の4人の武器はイマジネーションを駆使しながらなりきり遊びをする感じですね。ただ、合体後の敵は本当にテレビそのまんまで完成度は高いですね。以上、列車戦隊特急ジャー合体発射法、連結バズーカの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。